茨城県人権啓発リーダーの平和つのぶです。僕たち茨城ロボッツはいつもファンの皆様に励ましの言葉で助けられています。プレーでミスした時やゲームに負けてしまった時はへこむこともありますが、皆様の声援ですごく気分が上がるし元気が出ます。皆さんに応援していただく温かい心にすごく助けられています。いつもありがとうございます。今僕らはバスケットの試合以外でも新型コロナウイルス感染症とも戦っています。これはみんなで一緒に乗り越えなければいけない戦いです。今感染者が増加していて皆さんすごく不安になっていると思います。もし自分が感染してしまったら、もし大事な人が感染してしまったら、不安な気持ちはみんな一緒です。だからこそみんなで励ましの言葉を掛け合うことが必要だと思います。マスクをしていてもマスクの下は笑顔でいたい。大きな声は出せなくても温かい言葉はかけられます。非難や中傷ではなく励ましの言葉をかけて共に新型コロナウイルスと戦いましょう。ストップコロナ差別。茨城県人権啓発リーダー平尾篤信からのお願いでした。